ートが切られましたが、あっと一方ノーザンカッタンが後ろからという競馬になりました。さあ先頭争い何がいく、ワンダーファングか、ワンダーファング百姓の無念をこの逃げで放つか、ワンダーファング先頭、タイムルファンを山人アクロ、外からは17番のナルムツオペラも行っています。インコースブラックシード、さあテイエムオペラ王はちょうど中段、そしてアドマイアベガは思い切って後ろまで下げました。午後3頭目あたり、さあ先頭から見ていきましょう。8番のワンダーファング、そして2番のマイネルタンゴが2番手に当てています。その後ろ少し空きました。5番のヤマニンアクロ、ブラックタキシードが続いています。そしてその外からマルブツオペラ、17番の超大リオが、13番のタイクラッシャー、7番のレインテドブラック、さあ向こう流しに入っています。縦長の展開になりました。ワンダーファングミユキが逃げます。そしてマイネルタンゴ岡部、クラシック100回目の騎乗だ。そしてその後ろヤマニンアクロが続いている。その後もまた少し切れました。ブラックタキシードが続いて、止めをついて17番のマルブツオペラ、インコース17番の超大リオがです。その後も少し切れました。13番のタイクラッシャーがいて、レインテドブラック、ストメをついてサツキショーバ、テイエムオペラ王はこの位置です。そしてブルーコマンダー、ストメをついて上がっていく成田トップロード、その後ろじっくり押さえた大隅ブライト、そして2番のアドマイアベガも後方から、9番の大隅ブライト並んでいる。3番の西の清流であります。そして10番のロサードが続いて、後方からノーザンカプタン、こんな体勢で早くも馬群は3コーナーから4コーナーに流れていく。依然として先頭はワンダーファングだが、さあ前の方が固まりつつあります。マイネルタンゴが行く、そしてヤマニンアクロ、その後ろちょっと押してブラックタキシード、さあ後続の角田がぐーっと差を詰めてまいりました。成田トップロード、そしてテイムオペラ王もそれに持ち出している。テイ